ランディーズ・レームの戦いは、米英戦争中の1814年7月25日に、現在のオンタリオ州ナイアガラホールズで、イギリス軍とアメリカ軍との間に戦われた戦闘である。カナダで行われた戦闘としては、かつてない激戦となった。1814年7月3日、ジャコブ・ブラウン指揮下のアメリカ軍が、エリーコの拠点からナイアガラ川を越えての攻撃に、発進した。 ブラウン軍は素早くエリートリデを占領式隊へ向かった。2日後、ブラウン軍を構成する2つの旅団の内ウィンフィールド、スコット巡将の指揮するアメリカ正規不評旅団がチッパワーの戦いで同等の戦力のイギリス軍に対して決定的な勝利を勝ち取り、イギリス軍を撤退させた。この戦闘の数日後、ブラウン軍がチッパー側のイギリス軍防衛隊を出し抜き、イギリス軍は ジョージトリデまで交代させられた。ブラウン軍はこのトリデを攻撃するだけの兵力も、大砲も持っていなかった。この時点では、イギリス海軍の戦隊がオンタリオコを支配していた。アメリカ海軍のアイザック・ショーンシー提督は、新しい艦船の完成を待っており、その後にイギリス海軍に挑戦するつもりだった。その結果、ブラウン軍には、 援軍も大砲も届かなかった。一方、イギリス軍は、オンタリオ湖を渡ってジョージ取にいくらかの増援部隊を移動させることができた。7月の大半、ブラウン軍はジョージ取から数マイル南のクイーンストンの町を占領していた。この前線にあって、アメリカ軍の補給船が、イギリス軍不評隊、カナダ民兵隊及びインディアに嫌がらせを受けていた。7月24日、 ブラウン軍は、チッパワ側まで交代し、西のバーリントンに転身する前に補給線を確保して、おこうとした。ブラウン軍が交代するとすぐにフィニアスリアル少々指揮、するイギリス軍がチッパワから4マイル北の、ランディーズレーンまで出てきた。7月25日の早朝、アッパーカナダの副総督、ゴードンドラモンド中将がジョージ・トリデに到着して、自ら、 ナイアガラ半島の指揮を取り始めた。ドラモンドはすぐに、ジョン・タッカー中佐の部隊にナイアガラ側の東岸に沿って南下させ、ブラウン軍が西岸を明け渡すことを期待した。ブラウン軍は明け渡す代わりに期待進軍して、逆にイギリス軍がジョージ取り出に、タッカーの部隊を呼び戻させるようにしようと考えた。アメリカ軍は明らかにイギリス軍が ランディーズレーンを確保していることを知らなかった。リアルはアメリカ軍が前進していることを知るとすぐに全軍にジョージ砦に戻るように命じ、またその地域にいたハーキュールズ・スコットの部隊にはバーリントンまで引くように命じた。これらの命令とは逆にドラモンドはジョージ砦から増援隊をランディーズレーンに向けて発進させた。アメリカ軍が視界に入った時、イギリス軍はまだ ランディーズレーンを占領していた。ランディーズレーンは、ナイアガラ側に沿った陸路から分岐した道であり、盛り上がった地形の頂上を走っていたので、その地域の見通しが良かった。イギリス軍の大砲、24ポンド砲2門と6ポンド砲2門、及び5.5インチ榴弾砲が、戦場の最高点にある墓地に集結して据えられた。 チッパワーの戦いで勝ちを収めたウィンフィールド、スコットの旅団は午後遅くに森の中から開けた土地に出てきたところをイギリス軍の大砲の洗礼を受けた。スコットは第25不評連隊をイギリス軍の左翼から側面を突くように向かわせた。この連隊はイギリス軍やカナダ民兵隊が婦人害をし混乱の中で少し引いたところをうまく攻撃できたがイギリス軍も 再集合した。この時、リアル将軍が馬で後方に引く途中で重傷を負い、第25連隊のケッチャム中隊に捕虜にされた。夜になり、スコットの旅団は損失が激しかったが、ブラウンが主力軍と共に到着した。この中には、エリエザーホイーロック・リップリーの正規兵旅団と、ピーター・ B ・ポーター指揮下の民兵隊がいた。リップリーとポーターが、 スコットの旅団を休ませている間に、ブラウンは、ジェームズ・ミラー中佐指揮の第21不評連隊に、イギリス軍の大砲を捕獲するよう命じた。ブラウンの命令に対するジェームズ・ミラーの反応は、やってみます。さあ、だったが、この言葉が、第21不評連隊のモットーになっている。 イギリス軍がその右翼への攻撃に動転しているうちに、ミラー隊がイギリス軍の大砲から数ヤードまで迫っていた。ミラー隊がマスケット銃で一斉射撃をかけると、砲手のほとんどが倒され、続いての銃剣攻撃で大砲を確保し、イギリス軍の中央部隊を丘から駆逐することになった。一方、ハーキュールズ・スコット大佐のイギリス部隊が戦場に到着していたが、 行ったり来たりで疲れ果てていた。状況がわからないまま、リプリーの旅団に飛び込んでしまい、列を乱したまま追いやられた。おまけに一時的に大砲をなくしてしまったが、間もなく取り返した。ドラモンドは負傷していたものの、部隊を立て直し、ランディーズレーンに並べられている事態の大砲を取り返し、アメリカ軍の大砲を捕獲しようと3度まで決死の攻撃をかけた。 三回とも攻撃は跳ね返されたが、スコットによるアメリカ軍の攻撃も同様に跳ね返された。消炎と混乱の中で、両軍とも墓地の周りの戦闘で数回同士打ちをすることになった。夜半までに両軍とも疲れ果てた。どちらも損失は同じくらいだった。イギリス軍の損失は878名、アメリカ軍は860名であった。アメリカ軍の場合、 700名しか戦場に立っていなかった。ウィンフィールド・スコットも、ジャコブ・ブラウンも、重傷を負っていた。ブラウンは、間もなく回復したが、スコットの容態は重く、戦場から離脱した。ブラウンは、物資や水が切れてきたので撤退を命令した。リプリー、ポーター及び、ブラウンの砲兵隊指揮官であるジャコブ・ヒンドマン中佐が、抗議したが結局従うことになった。 イギリス軍はまだ1400名の兵士が戦場にいたが、アメリカ軍の撤退を妨害できるような状態ではなかった。アメリカ軍は捕獲したイギリス軍の大砲の一門のみ持って帰ることができ、自軍の大砲は放射が壊れた一門を捨てていくしかなかった。この戦いでは接近戦が多かった。半島戦争の間スペインやポルトガルでナポレオンと戦ってきたイギリス軍の古参士官は、 ランディーズレーンで目撃した壮絶な戦いに恐れをの,のいた。ドラモンドは次のように書き記した。次の朝早く、ブラウンはリップリーに放棄してきたイギリス軍の大砲を次の日に取りに行くよう命じた。リップリーの部隊は疲れ切っていたが、チッパワーから来た文献隊で増強され、1200名の戦力で戦場に戻ったが、ドラモンドが2200名の兵士で戦場を、 再占領していた。リップリー隊は妨害されずに撤退した。アメリカ軍はまず、リアルが作っておいた、チッパは川沿いの防災を慎重に破壊し橋を焼いて、エリートリデまで交代した。荷車用動物が不足していたので、負傷者を乗せる荷車を確保するために、機材や物資を捨てざるを得なかった。ドラモンドはこのことを取り上げて、後に、アメリカ軍は産を乱して撤退したと主張した。 実際のところ、戦死者を戦場に埋葬した後、イギリス軍もクイーンストーンまで撤退し、援軍が来るまでそこに止まった。この戦闘でアメリカ正規軍は高度に職業的な軍隊に変わったことを確認できた。この成長に対してフランス革命軍の指導者を手本にして軍隊を訓練したスコットの功績が広く認められた。米英戦争全体と同様に、 この戦闘の結果についてもいくつかの見方がある。ドラモンド将軍の報告書がイギリス軍の陣地確保を記しているためアメリカ軍が撤退したという歴史家もいる。他の歴史家はイギリス軍が夜の間に撤退しアメリカ軍が物資不足になったために撤退したので翌朝イギリス軍が陣地を回復したと言っている。カナダ防衛局歴史理事会に雇用された カナダ人歴史家のドナルド・イーグレーブスが集めた資料では今日の最も完全で先入感のない解釈と思われるものを提供している。グレーブスはドラモンドが大砲を守る策を使うことを怠っており、結果として大砲を取られ、その際確保にも失敗してイギリス軍は高地からの撤退を余儀なくされたとしている。米英戦争に与えたこの戦闘の効果について、 イギリス軍は常時取り出から、アメリカ軍を遠く追いやり、多くの損失を与えて、大きな攻撃をできなくしたので、戦略的な勝利というかもしれない。アメリカ軍は丘の上を占領して、イギリス軍の底を再奪取する試みを全て排除したので、アメリカ軍の戦術的勝利と言われてきた。しかしその日最後の攻撃となったスコット隊、第一旅団の攻撃も反撃を食っていた。 結局考慮されるべきことは、アメリカ軍のカナダ侵攻がならなかったということである。戦場跡は現在、オンタリオ州ナイアガラフォールズの住宅及び商業地区となっている。戦場跡の一部が、ドラモンド道路の東、ランディーズレーンのドラモンドヒル墓地に隣接して、保存されている。この場所には次の記念碑がある。ジョン・エルバーンズ・オブ・ゲティズバーグ PA はず、 A メンバーオブミラーズレジメント、ありがとうございます。